ジェイソン・ルイス・モットは、アメリカ合衆国ミシガン州セントクレア軍、ポートヒューロン出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち、愛称は、ジェイ・モット。アイオナ大学時代は保守。当時から強権で、補給から2塁へ1.76秒で送球できた。スカウトから投手をやってみてほしいという要望もあったが、本人が保守に愛着があったことに加え監督が怪我を。 心配したためマウンドに立つことはなかった。2003年の MLB ドラフト19巡目でセントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。カージナルス参加のマイナー球団で星を務めていたが、2005年は2球団合計で打率176という頻打だった。2006年から投手へ転向した。2007年11月20日にルール5ドラフトによる指名を避けるため、 40人枠入りを果たした。2008年9月3日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。球団がシーズン終了後、ジェイソン・イズリングハウゼンとの契約を見送り、翌年のスプリングトレーニングでクローザーの座を争うことになった。2009年にはカージナルスのクローザーを務めることになった。ピッツバーグパイレーツとの本拠地、 ブッシュスタジアムでの開幕戦で2点リードの9回に登板したが4失点で負け投手となりクローザーから降格。同年リリーフとして69試合に登板して4勝4敗防御率4.7654奪三振を記録。2011年のワールドシリーズ優勝パレードでのもっと2010年からは一流リリーバーと呼ぶにふさわしい成績を残すようになる。 この年には結婚もしている。結婚式の買い添え人は、マイナーリーグ時代からの友人である同僚のミッチェル、ボックスだった。式の3週間後に、ボックスが結婚式を挙げているが、その時の買い添え人は、もってが務めている。2011年の9月初旬からクローザーに定着し、ポストシーズンでは5セーブを記録。ワールドシリーズ制覇に貢献した。 2012年は初めて年間を通してクローザーを担当しアトランタブレーブスのクレイグ・キンブレルと並んでリーグ最多タイの42セーブを記録したオフに2年契約を延長した2013年は開幕前に肘を故障しトミー・ジョン手術を受けるそのためシーズンは当番はなかった2014年3月29日に前年の手術の影響で15日間の 故障者リスト入りした。5月20日に復帰。8月8日に腰の故障で15日間の故障者リスト入りし、9月2日に復帰した。この年は29試合に登板して1勝0敗、防御率4.6817奪三振の成績を残した。オフの10月30日に FA となった。 2014年12月19日にシカゴカブスと450万ドルの1年契約を結んだ。2015年は57試合に登板して8勝1敗、6セーブ、防御率3.9134奪三振の成績を残した。11月2日に FA となった。2015年12月8日にコロラドロッキーズと2年に1000万ドルの契約を結んだ。 2016年は30試合に登板して0勝1敗、防御率4.9424脱三振の成績を残した。2017年3月31日に戦力外となり、4月5日に自由契約となった。2017年4月9日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、参カのトリブル A 級グーインネットブレーブスへ配属された。4月27日に、 メジャー昇格した。11月2日にフリーエージェントとなった。2018年2月19日にカージナルスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。最速100マイルパーアワーのフォーシームを主体に、平均94マイルパーアワーの高速シンカー、90マイルパーアワー前後のカットボールを組み合わせた、投球スタイル。右打者には、 カットボールを投げる割合が増え、左打者に対しては稀にチェンジアップも用いる。ありがとうございます。